はいはい、どうもペンギンです。鋼の錬金術師瞑想のロンド実況プレイやっていきたいと思います。鋼のゲームはまあ過去、PS2 プレステ2ソフトで飛べない天使、赤きエリクシルの悪魔、神を継ぐ少女と実況させてもらったんですけれども、まあプレステ2だったのですごいその環境がね整えやすかったんですよね。実況する環境を整えやすくって、まあ、すぐで実況ができたんですけれども、ゲームボーイアドバンス結構いい作品なんですよね。これでゲームボーイアドバンスやりたいなと思いながらも、やっぱりその環境が揃わなくって実況できなかったんですけれども、今環境が揃いましたのでゲームボーイアドバンスのゲームも実況していきたいなと思います。というわけで、一番最初ゲームボーイアドバンス一発目、鋼の錬金術師瞑想のロンドやっていきたいと思います。続きからですけど、まあ初めからなります。大陸歴1910年2月、リゼンブール村、兄11歳、弟10歳。ここから始まります。肉体の材料は揃えた、ある、母さんを元に戻そう、生き返らせるんだ。人体錬成は禁じられているよ。それに錬金術は同化交換、肉体を交換できても精神は何と交換するの？いいから指出せ、俺たちの呪文必要なんだ、切るぞ。いた、この地で魂の情報はよし。じゃあ始めるぞ。兄さん、なんか変だよ。僕の体が消えてく。ある、あ、俺の足も。これは第1話ですね。まあ、人体錬成。まあ、おなじみといえばおなじみというか、人は何かの犠牲なしに何も得ることはできない。何かを得るためには同等の代価が必要となる。それが錬金術における等価交換の原則だ。その頃僕らはそれが世界の真実だと信じていた。東方辺境の町リオール、兄15歳、弟14歳。これが多分原作ですね。腹減った、喉乾いた。喉乾いたじゃないな、喉乾いたやね。はいはい、もう心配ないよ。町に着いたからね。食い物、水。兄さんってば。お、ロゼ。あら、今日は賑やかね。見慣れない方ですね。旅の方ですか？ああ、ある探し物をして旅をしているんだ。僕、錬金術師のアルフォンセ・ルリックです。私はこの町に住むロゼ・トーマスよ。よろしくね。トーマスって姓やったんや。俺は国家錬金術師のエドワード・エルリック。あなた方は兄弟なの？いいわね、家族がいるって。一人じゃないものね。ねえ、錬金術って何？私、詳しくないの、教えてくれる？いいですよ。錬金術ってのは科学だ。だから、術師ってよりは、俺たちは科学者なわけ。科学者、どんなことができるの？例えば、ラジオが壊れたとするね。それを直すことができるんだ。こういう風にさ。あー、ちょっと困るな、お客さん。すぐ直すからさ、まあ見てなって。まあ、原作はこうじゃなかったですけどね。コーネロの放送が流れて、こう二人がこう立ち上がった時に、アルが頭をぶつけて、ゴソンって落として、ああ、困るな、お客さんなんですけどね。それは神の、じゃあ奇跡の技のこと？そういう神秘的なものとは少し違うんだよ。そうだな、例えば手品も仕掛けがわからないととても不思議で神秘的だよな。ええ。錬金術も同じだ。必ず原理原則がある。それを知らないと不思議だったり神秘的だったりするんだよ。私にはちょっと難しいかな。教えてくれてありがとう。それじゃあ私は教会へ行くわ。ロゼも明るくなったよな。これも教主様のおかげだ。もともと身寄りがなくてさ。その上去年恋人まで事故で亡くしまって。あの時の落ち込みを追ったら、かわいそうでな、見てられなかったよ。
そこを救ったのがコーネル教師様の教えだ。あ、ここから動かすんか。おお。B ボタンでダッシュと。スタートボタンで、そうか、セーブができるんか。すげえ、なんぼの、20万ぐらい持っとるやん。セレクトでメニューですね。エドが、HP ですね、あれは出てね。150、あるが200と。アイテムなんか持っとんかな。回復薬と銀時計か。R が、なんか変、ね、なんか変な街だね。フードショップのおじさんにもっと話聞いてみようか。あ、L でも開けるんか。ステータス。ステータスはまだ見れないと。よし、じゃあ話しかけてみましょうか。ところでさ、コーネル教授って何者なの？よそ者には分からねえよな。奇跡の技のレト教、太陽神レトの代理人さ。数年前に現れて、俺たちに神の道を解いてくださった素晴らしい方さ。コーネル様が使われる奇跡の技はすごいのなんの。あれは本当に奇跡。まさに神の見業さ。へえ。コーネル教授が現れて、我々は幸せになった。あんたらもコーネル様の奇跡の技を一度見てみな。そろそろ広場で始まるぞ。奇跡の技ね。この街が豊かなものはレト教あってこそだ。おお、そんだけか。まあ、ゲームボーイアドバンスのゲームなので、まあ、もちろん声はないので全部僕がアフレコですかね、していきます。早く広場に行かないと奇跡の見業を見損ねちゃうよ。こちらからは入れません。広場入り口の方へお回りください。じゃあまあ、普通に進みますか。結構集まってるな。兄さん見える？うるせえ、ちゃんと見えてるよ。おお、奇跡の見業だ。あの奇跡の技、どう思う？どうもこうも、あの変性反応は錬金術でしょ。あら、来てらしたのね。どうです？まさに奇跡の力でしょ。いや、どう見ても錬金術だよ。奴はとんだペテン野郎だ。なんてことを。まあまあ、落ち着いて。でも、あの人の錬金術は法則を無視してるんだよね。法則？何かを得ようとするなら、同等の代価が必要ってこと。それを無視してる。だから奇跡なんです。錬金術で奇跡を起こせるんですか？兄さん、ひょっとして。ああ、ひょっとするとだな。あのおっさんに会ってみるか。そうだね。ぜひ会ってください。そうすれば、コーネロ様の素晴らしさがわかります。んじゃ、お！来た！あ、兄さん、見て、猫だよ。かわいいな。ああ、そうだな。っておい、何やってんだ、ある。兄さん、飼ってもいいでしょ？ね、ね、ね。ダメ。ね、ね、ね。ダメ、ダメ、ダメ。お願いだよ、いいでしょ？ちゃんと世話するから。たくしょうがねえな。本当にちゃんと世話しろよ。やった。ありがとう、兄さん。猫イベントですよ。来た、回復薬3を手に入れた。見切れるんですよね、これ。平気で見切れるんですよね。いいな。濃い子の荒っぽさいいな。回復薬さ、200回復する。へぇ。お、来た、猫。猫。このゲーム、猫がね、結構重要で、確か全部で30匹ぐらいおったんですかね。コーネル様、奇跡の技でリオールの町に祝福をお与えください。猫、確かね、その、クリアするまでに30匹ぐらいいまして、猫の数が増えれば増えるほど、まあまた後で出てくるんですけど、あるの必殺技の威力が上がっていくんですよね。
まあ、それは後々お見せするとして、こんにちは、教会へようこそ。あなた方はエルリック兄弟です。俺はエドワード、こっちが弟のアルフォンス。当教会に何かご用ですか？俺たちコーネル教授ってのに会いたいんだけど、いいかな？もちろんです。教師様はどのような方でもお会いになってくださいます。奥にいらっしゃいます。さあどうぞ。ありがとうございます。さあ兄さん行こう。あ、目つき悪エドの目つき悪かったな、さっき。出た、鉄拳制裁するやつやん。神聖なる我が教会へようこそ。教義を受けに来たのかね。ああ、そのところだ。例えば、せこい錬金術で、信者を騙す方法とか、私の奇跡の技を錬金術と一緒にされては困る。あんたの法則を無視した錬成は、さっき、広場で見たよ。そこで思ったことがある。賢者の石を使ってんだろ？その指輪がそうなのかな？さすが国家錬金術師のエドワール・エルリック。すべてお見通しというわけか。単刀直入に言う。賢者の石をよこしな。私の奇跡の技がなくなれば、町の人々は心の拠り所を失う。なんだと？ロゼ、何が必要かをこいつに話してあげなさい。私たちには奇跡の技が、奇跡の力による希望が必要なの。それにあの人はまだ生き返っていないもの。その時は必ず来るんだもの。ロゼに何を言っても無駄だ。さて、それでは賢者の石の力を見ていただくとしよう。合成、生物同士を合成させたのか。そう、キミュラだ。どうだ？ん？なんちって。オートメイル。これが人体錬成をした神様とやらの領域を犯したトガビトの姿だ。なるほど、鋼の錬金術師とはよく言ったものだ。そんじゃマジで行くぞ。来たー。さあ相手にやってやるぜ。兄さんどうやって戦うの？錬成であっさり終わらせてやる。このゲームはスクエアエニックスではないんですけれども、あのエドのね、このコマンドで錬成だ。素材や技を作るんだね。そう、説明が表示されるから難しいことじゃないさ。とりあえず見とけ。まあ、あの ATB ゲージっぽいやつが、 ATB ゲージって言ったらね、あのあれです、何でしたっけ、商標登録に引っかかるんですけど、まあ、そんな感じのやつが溜まってって、あれが溜まった順に動けます。で今314413みたいなやつを選んで、2枚選んで錬成。これが素材錬成だ。これで自分が欲しい素材を作っていくんだね。そういうこと。じゃあこれでいい素材をたくさん作ろうよ、兄さん。でもちゃんとルールを守らないとな。ルール？2つ以上の素材を選んで、他の素材を錬成するのが基本。最初に選んだ素材がベースで、質量と価値を上下させる。1たす1は2、2たす2は4。等価値の素材を錬成する。カードの質量、価値の上限は5、レベルは最大が5。それを守らなきゃダメだ。これ最初の方は結構難しく捉えてしまうんですけど、結構ね、単純なんですよ。私足し算引き算なだけなので、素材を作る以外にも技として使うってのがある。やり方は素材錬成と同様。素材か技を選ぶだけ。最初はハテナハテナハテナになってるけど、どんどん使ってみればいい。よっしゃ、派手に決めてみるぜ。よし、ビーって。ATB ゲージが溜まって、溜まったら、
動けるようになるんですよね。江戸式大砲、一撃かよ。オートメイルを攻撃されても痛くも痒くもないぜ。来いよ、ド三流、格の違いを見せてやる。ロゼ、この者たちは最大の禁忌を犯しおったのよ。禁忌？そう、人体錬成は錬金術の間では禁じられている。いいかい、ロゼ、僕は肉体を失った。兄さんも片足を、そして右腕と引き換えに錬成して、僕の魂をこの鎧に定着させた。ロゼ、人を錬成させるには、それくらいの覚悟が必要なんだ。あんたにはあるのか？私の野望は誰にも邪魔させん。逃げた。人聞きの悪いことを言うな。私の部屋へ来い、待っているぞ。親切に鍵をかけて行きやがった。ふざけやがって、あの野郎。まあまあ、それくらい問題ないでしょ、兄さんなら。まあな。ロゼ、あんたは教会から出てな、危ないからさ。コーネロ様は約束してくださった。権威よ、あの人を。まあ、捕まってうんぬんかんぬんの話は、ないので、アドバンスなんでね、ゲームボーイアドバンスなので、ないんですけど、鍵がかかってるよ、どこから出る？そりゃ扉から出るに決まってるさ。扉を錬成して追いかけるぞ。金属3人のカードがあれば錬成できそうだな。マップで錬成したいときは、ここで必要なカードを選ぶんだ。今欲しいカードは金属2の3だ。3の2か。3の2やったら、左側と左から2番目を錬成すればいいんだね。持ってないよ。さっきも教えただろ？欲しいカードがないときはさ、作っちまえばいいのさ。元になるカードを選んで別のカードを足せばいいんだ。つまり金属の2の1のカードに別の1の1のカードを足せば、金属の2の、3の2のカードができるってことね。そう、それじゃあやってみるぜ。錬成ですね。使うじゃなくてね。で、このカードなんですけど、デッキが組めるのかっていうとそうではないんですよね。あとはそのカードを選んで使うだけだね。デッキが組めるかっていうとそういうわけでもなくって、このカードに限度があるのかっていうと限度ないんですよ。無限に使えるんですよね。で、好きなやいらんやつは全部どん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 捨てれるので、欲しいやつが来るまで捨てれるっていうことができるんですよね。なので多分バトル的にはそんなに難しくはないかなと思います。素材を選んだ後に R ボタンを押すと、選んだ素材をすぐ捨てられる。あ、そうなんや。サクサク捨てたいとき便利だぞ。それ知らんかったな。 R ボタンとかめったに押さんかったっすからね。出口げなけりゃ作るまでよ。ご丁寧にお出迎えかよ。丸腰でこの人数を相手に戦うつもりですか？怪我しないうちにおとなしく捕まりなさい。コーネルさんのお部屋はどこですか？この先にあります。ですが、通すわけには参りません。私たちが教師様をお守りします。弱い奴と戦うのは嫌なのにな。仕方ないか。こっから動かせるんかな？兄さん、質問。なんだ、ある。紫の素材なんだけど、僕見たことないよ。この素材を錬成に使うと、質量や価値がマイナスされる。それ以外は謎に包まれている。ベースになるカードを選び、次にこの素材を選ぶと、ベース素材の質量や価値から数値がマイナスされる。
なんか怖いね。まあ物は使いようだ。こいつを使えば素材錬成の幅が広がるしな。注意するのはこれを使って数値をマイナスにするとき、質量や価値がゼロになる錬成はできないってことだな。ちなみに言い忘れてたけど、一度でも使った技は手帳に記入するから。チェックしたいときは手帳を開いてみるといい。あのパソコンでやってるので、時々ピコーンっていう音がします。まあそれはしゃあないかな。と思いますが、まあいいか、その辺は気にせずに。レベル3行こうか。レベル4までいけるかな。江戸式大砲をレベル4でぶっ放します。レベル4やと、江戸式超絶巨大砲。一発256。この先にありますって言ったね。あ、エンカウントするんか。めっちゃでかい決められるし。お、体力が5上がった。そんなゲームでしたっけこれ。ここまでいけるかな。槍か、流星槍。槍を連成して攻撃。真空烈斬パーみたいな名前。191か。あるも必殺が使えますね。きた。壁連成、壁を連成し敵を攻撃。連続で攻撃を叩き込むと。で、猫。集めた猫たちがあるのために攻撃。これ一匹なので、すごい弱いです。まあ、壁連成かな。まあ、あるでもね、連成できないんですよね。下かな？あ、音った。よかった。まあ、一回エンカウントしただけか。あんたの嘘はすぐ街中に広まる。諦めろよ。何を言うか、信者どもの情報操作などたやすいわ。あんたのことを信じてる奴もかわいそうだよな。錬金術と神の技の区別もできない連中など、戦のための駒に過ぎぬわ。戦何のために？いずれはリオール国を建国し、私は国王となる。そのための戦だ。無理はよくねえよ。あんたは国王の器じゃない。この剣での意志があれば不可能などない。不可能ではない。さあ、私が相手だ。ボス戦。あ、3上がった。コーネルの方が早く動きそうなんですけどね。丸太だけじゃちょっと使い勝手悪いっすね。先に、いや、コーネルに大ダメージ与えて、再アクセル。207か。必殺で、メインビースト。コーネルはどんな技してくるんや？ガダリングか。5しか食らわんのや。まあ単独連成してみますか。江戸の連成早すぎるんですよね。結構ゆるげですからね、この戦闘。何ができるかな。エクスプロード、爆発か。鉄拳、小艇かな。なんか微妙に読めんかったけど、ガトリングとか全然効かないんですよね。強いね、アルが強いね。これどんどんレベルを上げていくと、来た来た。
レベル上げると、こう下に行けば行くほど強い技になります。まあせっかくなので、ハテナハテナハテナをいっぱい開けていきましょうか。江戸式超巨大砲。194、194。格が違うんだよ、格が。私は諦めんぞ、この石がある限り。私は無敵だ。まだまだ。ギャー、腕が。リバウンドだよーん。うっさいただのリバウンドだろうが、腕の一本や二本で騒ぐな。石田賢者の衣装見せてみろ。蒸発してパリーンって割れるんですよね。完全な物質である賢者の石がなんで壊れるんだ。知らん、私はな、何も聞いてないんだ。偽物かよ。助けてください、石がないと何もできないんです。やっと元に戻れると思ったのに。おいおっさん、これだけの騒ぎを起こして散々手間かけさせやがって。その挙句賢者の石が偽物だぞ。本当に知らなかったんです、許してください。諦めないで探そうよね、兄さん。見つかったと思ったのにな。嘘よ、コーネロ様は権威を生き返らせてくれるって。その時はもうすぐだって。諦めな、あのおっさんは最初から生き返らせるつもりはなかったんだよ。なんてことをしてくれたのよ。これから何を希望にすれば、何にすがればいいのよ、ロゼ。ねえ教えてよ、どうやって生きていけばいいの。そんなこと自分で考えろ。立って歩け、前へ進め。お前には立派な足があるじゃないか。兄さんは君のために。余計なお世話よ。僕たち行くね、元気で。セーブしましょうか。これで第一章、まあ第一章といえば第一章ですよね。リオール編が終わりました。時間的に結構いいので一旦ここで区切りたいと思います。よかったら続きも見てください。ペンギンでした。